小坂正康12月14日隊は日本の作家、評論家。北海道札幌市生まれ、二見郡ぐんや雲町育ち。北海道札幌市で教員の父親のもとに生まれる。父親は群馬県、母親は江別市出身。父親の勤務の関係で生後間もなく江別市に移り、3歳で福島県日本松市、5歳で北海道二見郡ぐんや雲町に移る。 そのまま薬雲町で終戦を迎え、小学校6年まで道町で育った後、根室市を経て、札幌市白石市長に移った。札幌市立歌市は中学校、北海道札幌東高等学校を卒業。安倍天栄は中学高校の同級生、西部進は中学校の1年先輩にあたる。同志社大学文学部社会学科卒業。在学中は演劇研究会で、 特攻隊員を描いた創作劇を執筆。卒業後、電通 PR センターへ入社。その後、物書きを志して転職した朝日ソノラマで編集者生活を送る。1970年に三島幸夫事件をきっかけに死亡団事件を2年間取材。途中で5年勤務した朝日ソノラマを退社してフリーに転じ、1972年に デビュー作として、品う断事件で、作家として出版する。2004年、個人誌、昭和史講座の観光で、第52回、菊池博士賞受賞。2017年、ナショナリズムの昭和で、第30回、和辻哲郎文化賞受賞。天保10年の大政武官、昭和史忘れぬ証言者たち P269 によると、父が75歳で肺がんとわかり、 余命宣告を受けたとき、私は不意に父について、すべてが知りたくなった。父が重い口を開いて明かしたのは、父の家は、七日一藩の過労の出であり、この七日、四藩というわずか一万国の小藩の過労の波乱に、飛んだ歩みだったとあり、江戸時代に出版された部漢でも確認することができる。第二次世界大戦当時の軍部については極めて、批判的であり、このことに合わせ、 応答は戦争は自衛の戦争をと主張する靖国神社にも否定的である。そのため、総理大臣の靖国神社参拝にも極めて批判的であり、一般人の靖国神社参拝についても個人の自由としながらも靖国神社に参拝することは靖国神社の主張を受け入れるということだと批判的である。札幌の高校生時代。 北海道大学のシナリオ研究会に入会し、先輩にカロウジケンタロウがいた。京都の次第に通っていた時は60年安保に反対する学生運動に参加する左翼系の学生であり、1960年6月の運動再生期にはそれまでの地元の商店主やタクシー運転手から迷惑だとの土星がなかったこと、反対でも参加者の多くは、 安保条約改定の中身を知らなかったことを明かしている。小林義則は戦争の原因を自国の中でのみ探り、外国の視点が全く抜け落ちているため、狭いタコツボに入ってしまったような歴史観になっている、として、保坂の歴史観をタコツボ史観と評している。田辺俊夫は、保坂の著書、戦場体験者沈黙の記録に出てくる、平庁や魔事件の記述に対し、 朝日新聞で連載された、本田克勝による中国の旅から45年経っても、中国側の説明や証言をうのみにし、日本側の裏付け取材が皆無なことが、繰り返されていると思わざるを得ないと評した。ありがとうございます。